こんにちは。9月3日でございます。朝5時27分の相場解説になりますね。今日金曜日なんで、まあ、あんまり派手な資金投入はしない方がいいと思います。特にね、材料来ますんでね、今日夜は。まあ、ですんで、夕方までにはもう相場を離れて、あとはしっかりと来週に向かっての、まあ、方針をね、打ち立てた方がいいのかなと思いますよね。じゃあ早速画面切り替えていきましょうか。昨日のね、ドリフターズ。皆さん聞いていただきましてありがとうございました。ちょっとね、気になったんで言ってみましたけども、まあ、芸名ですよね、皆さんね。はい、それではまあ、デイリー見ていきますけども、デイリー、同じですね。上、こういうふうに閉じて、開いていって、こう、縮んでいくというところで、この横ばいに入ったんですよ、やっぱり。横ばいに。で、私はちょっと上に行って下に行くっていうふうに申し上げたところがありますけども、これデイリーなんですけども、上に行くのが、このヒゲを見るとね、このデイリーのヒゲを見るとわかりますけども、上に行った分大きく下に引き戻されて、そして、これからね、セルの方に向かっていくっていうところは、まあまあその通りだったかなと思います。で、4時間の方で細かく見ていきますと、4時間ですね。一旦上の方に上がってるでしょ、グイッと。で、下の方にまだ行ってないんですけども、こっから横ばいに入って、こっから私のシナリオだと、こういう風に下がっていくかなっていうところですね。で、1時間を見ていきましょう。ね。ですんで、どこで下がるかと言いますと、まあ、切り板で恐縮なんですけども、109円の915を割ったら、セルの方に入っていけばいいんじゃないかなと思います。ここら辺からね、下げトレンドが始まっていって、まあ、いわゆる三角形、ディセンディングトライアングルを作っているような状態です。ですので、このディセンディングトライアングルがね、どこで終わるかわかんないですよ。このくらいの大きさになるか、もうちょっと大きいのかわかりませんけども、この109円の915を割って、大きくセルに向かう瞬間が来ると思います。これがだから、もし、今日中に起きるとしたら、材料のある時じゃないかなと思うんですよ。10時前後ですよね。ドカーンと来るかなと思いますよね。まあ、ギャンブルみたいになっちゃうんで、金曜日、何も起こらずに小康状態で、この三角保ち合いがディセンディングトライアングルが維持されるようでしたら週明けにセルの方を仕掛けていこうかなと思ってますね。はい、今日の解説は非常に分かりやすかったんじゃないかなと思います。昨日一昨日と辛抱した回があった、そんなね、週明けになるといいかなと思ってますね。セルの方で大きく取っていけるんじゃないかなと期待を膨らましております。それでは今週もありがとうございました。